木内雄の会と関口弥六右衛門の長男関口一郎左衛門を流祖と仰ぐ、居合に特化した流儀です。多くの武術流派がより複雑に、より多くの型を増やす中で、虚飾を排した実用的な技を激しいさや離れと、昭和15年に振興会の流儀代表を受け継ぎ、その統領を平成6年に継いだ宮崎久夫を経て当代師範に至っています。第2会場荒木流拳法、今より400年余り前、遠く荒木摂津守源村重の孫にあたる荒木国際地元の秀忠より伝承された荒木流拳法は、古くは中国の拳法から発達した戦国時代天正の頃の遺産で、荒木国際の頃実践体験から武術に伝えられたものである。この武術は現在から見れば原始的要素を多分に持っている。言い換えれば、武術が剣術、柔術などに体系づけられる以前のもので、棒、鎖、小具足、長巻き、砲術、拳法などが異文化のまま受け継がれている総合武術である。